こんにちは、茂木和也です。今回は非常にリクエストが多いこの魚焼きグリルの中の頑固な焦げ落としをやっていきたいと思います。以前この周りのですねホコリ取りをご紹介しましたよね。今回は中です。はい、ではやっていきたいと思うんですが、まずこれを取りましょうか。これを外して、このですね扉も外しちゃいます、ね。はい、そうすると中がちょっと暗くてですね状態がよく見えない、ちょっと難しいですね。あ、こうやると映るか。ご覧の通り焦げついてますよね。ほら、焦げがたっぷりついてます。非常に頑固な状態です。ほとんど掃除してなかったんで非常に頑固な状態です。これを落としていきたいと思うんですが、まず先に焦げの上に乗っかっている油汚れを落としていきたいと思います。使用する洗剤はこれですね、アルカリ電解水ですね。アルカリ電解水、水の激落ちくん、これ使いますね。こういった食べ物が直接触れるようなところに界面活性剤が入ったり添加物いろいろ入ってる洗剤をあまり使いたくないですよね。特にこういった掃除しにくいところは洗剤残りの心配もありますので、なおさら使いたくないということで、まあ多少残っても全然心配がないこのアルカリ電解水を使っていきたいと思います。まずはこれをスプレーして洗っていきますね。こういう感じで、たっぷりスプレーして、はい、スプレーしました。これでですね少し置きます。はい、一旦切ります。はい、15分ほど放置しました。油汚れがだいぶ浮いてきたと思うのでペーパーを使ってまずは拭き取っていきたいと思います。キッチンペーパーじゃなくてペーパータオルを今回使いたいと思います。まあ、特にこだわりはないんですけどね。で、手袋、いつも使っているニトリルの手袋、今回はこのニトリルロング手袋、ロングタイプ使ってるんですけども、長さがここまでしかないんですよ。なのでこの中に手を突っ込むとここのあたりが油で汚れちゃうのが嫌なので、ラップ巻きました。ラップこういう感じで、ラップを巻いて手に中に突っ込んで拭いていきたいと思います。はい、では拭いていきます。こんな感じでもうすごいですよ、汚れが。いよいよ焦げ落としなんですが、使うアイテムは無印のヘラです。多分刃が欠けちゃうと思うので2本ぐらい使いたいと思います。でガリ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 これでやっていくので、
多少の傷がついてもしょうがないと思ってやっていこうと思います。なので皆さん参考にされる場合はその点注意ですよね。傷がつく恐れは十分にありますと。それでもやってみたいなら参考にしていただけたらなというふうに思います。ではやっていきたいと思います。今の状態をちょっと照らして見てみましょうか。こういう状態ですね。はい、ではやっていきます。こういう感じでですね、ガリガリやっていくわけですね。このヘラをですね、ご覧の通り分厚くて力を入れてガリガリやることができて非常にいいんですよね。こういった感じのヘラってありそうでないんですよね。しかも結構安い、100円しないんですよね。いや、非常に大変な作業ですね。やっぱりこまめにやった方がいいということをつくづく感じますね。大変大変。反対側もやっていきます。だいぶヘラの先がなくなってしまいました。横のところは両方とも一通りヘラでゴリゴリやりました。どのぐらい焦げが落ちてるかペーパーで取ってみますね。ほら、こんな感じで、落ちた、取れてますね。やっぱりいいですね、この無印のヘラは。まあ後で照らしてアフターの画像を見せたいと思ってはいるんですけれども、まあご覧の通り真っ暗ですからあまりよく見えないかもしれないんですけどもね。完璧に落ちてるってわけではなさそうですね。はい、では見てみましょうか。やっぱりまだ残ってますね。こんな感じですね。もっと頑張れば、今だいたいどのぐらいゴリゴリやったかというと10分ぐらいですかね。10分ぐらい。もっとやればもっと良くなるんでしょうけれども、暑いところまだ暑いですね。こんな感じですね。ヘラはこんな感じで、さっきの方がだいぶ潰れました。新品のやつと比べると1ミリぐらい、1ミリから2ミリぐらい減った感じでしょうか。やっぱりこまめに掃除した方がいいなってつくづく感じますよね。ほんと大変です。ここのグリルの中の焦げって掃除せずにいると本当に頑固になるんですよ。何か料理を作るたび高温に加熱されますよね。で、残った油汚れなり食べ物の液がもうだんだんもう炭化度合いがどんどん進んでいくんですよ、落とさずにいると。で、炭化が最高潮に進んでしまうともう大変ですよ。このような感じになっちゃうんですよね。だから皆さんはこうならないようにこういったヘラでガリガリやらなくても落とせる状態でできれば料理した都度洗うのが
ベストなんですけれども、なかなかそういうことはできないという方もいると思いますが、可能な限りこまめに掃除されることをお勧めします。で、今回最初に油汚れを落とすときにアルカリ電解水を使いましたけれども、水石鹸もおすすめですよね。安心安全です。はい、今回はこれで終わりますが、もう少しきれいに落としたら 3M の7447っていう研磨スポンジがあるんですよ。それで仕上げて終わりというふうな流れがいいかと思うんですけれども、まだまだ残ってるので引き続きヘラでガリガリ取っていきたいと思います。ということで、これで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということで、これで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。